バナディールとアビセア、よく似た二つの世界があるって話は前にしたよな。はい。トーストの裏と表の。どれくらい似てるかっつうと、そこに生きてた奴らも大体一緒なんだよ。ああ、つまり、言ってみりゃ俺はバナディールのプリッシュで、お前はアビセアのプリッシュってことか。随分とすんなり納得しますね。私はもう何が何やら。いや、シャントットおばちゃんが二人に増えてたの見たから、そういうことだったのかってな。はあ、マジで？おばちゃんが二人？別世界でも作る気かよ。やべえだろ、何しでかすか分かったもんじゃねえ。そっちも気をつけた方がいいぜ。すみません、私たちもちょっと混乱しちゃってて。しかし私どももプリッシュ殿も決して怪しいものではございませぬ。ええ、疑ったりなどしていません。どちらもプリッシュに間違いないと感じているだけに混乱してはいますが。おかしなことが続くもんだな。空に吸い込まれたり、もう一人の俺に出会ったりさ。空？ここに来んのに禁断の口を使ったわけじゃねえのか？いえ、それが、ジュノの街を二人で歩いていたら、空に裂け目が現れて。あっという間に吸い込まれたんだ！で、気づいたらここに倒れててよ。そして、先ほどの魔法人形に捕まった、という次第です。魔法人形？あの魔物のこと、知ってるんですか？ああ、あれはシャントットおばちゃんが作った人形だよ。いわゆる使い魔みてえな。つうか、なんでそんなもんがこの世界にいいんだよ。おばちゃんが絡んでるんだから、ただごとじゃねえことがこっちで起きてんだろうな。失礼。先ほどから出てきているシャントット殿というのは、なんというか、その名を耳にするだけでも身震いが。一言で言い表すならば、バナディール最強の黒魔導士です。イロハも記憶を奪われる前におばちゃんと会ってるのかもな。とにかくむちゃくちゃやる人でさ、杖に魔力を通すだけで杖が壊れるだの、上級魔法を都市上空で炸裂させれば猛暑が涼まるだの、やばい人なんだ。ビビるのも無理はねえよな。ブチギレさせたら初歩の魔法でどんな魔物も蒸発するとか。案外それこそ異世界に飛ばされちまうかもな。異世界に追放。あの、もしかしてこの島で起きてるいろいろなことってシャントットさんと関係ありますか？可能性は非常に高いと思います。どこまでがあの方の仕業とは断定できませんが。正直おばちゃんなら何やっても不思議じゃねえしな。とはいえ、全部が全部おばちゃんの仕業とも思えねえ。村にアービセアンをけしかけるとかさ。確かに、正確に何はあっても、そのようなことをする方とは思えないわ。とりあえず、この島におばちゃんがいるか、確かめてみるか。そうね。
あの方ならきっと何か知っているはず。話ができれば情報も得られるかと。では、事態の打開のため、ひとまずはシャントット殿との対話を目指すということでございますね。でも、どうすれば会えるんでしょう。この島に何日かいますけど、魔導士さんの話は聞いたことがなくて。身を隠しておられるのでしょうか。何かご本人が動けない事情があるのかも。何のために人形を動かしてんだか知らねえけど、おばちゃんが自分で動こうとしねえのは確かに気になるな。あの人形たち、お前らを連れ去ろうとしてたんだよな。ってことは、ねぐらがどこかにあるのかもしれねえ。そうですね。みんなで魔法人形を追いかけましょう。まだ遠くへは行っていないはず。したんでしょうか。さっきからあんな風にぼんやりしている時があって。団長さん、大変です。アビセアンと例の魔物が戦いながら村に近づいてきていて。よくわかんねえ魔物って、おばちゃんの人形か。村の中でやり合われちゃたまったもんじゃねえ。どうにか食い止めるぞ。承知。反撃ですわよ。任せていいか。俺たちは人形を止める。フリッシュ、シャントット博士と戦うつもりなの？そんなわけあるか。俺だってそこまで命知らずじゃねえ。いっぺん人形と話しつけてみるんだよ。さっきは問答無用で連れて行かれそうになったのに。話が通じねえのは元からだろ。現状、やるだけやってみるしかねえ。てわけだ。アビセアンの方、頼めるか、団長。即答か。頼もしいぜ。じゃあ、行くぞ、ウルミア。あ、プリッシュ、待って。では、アビセアンを撃ちに参りましょう。人形の方にも気をつけろよ。俺たちに手出ししてこねえとも限らねえからな。打ち切れますわよ。
ですわよ。プリッシュとウルミアですわよ。実験対象ですわよ。待てって、おばちゃん、どっかで聞いてんだろ。俺たちを連れてく前に話をさせてくれよ。話が通じたのか。捕獲ですわよ。通じなかったみたい。ああ、もう勘弁してくれよ。交渉は失敗のようでございます。そんな予感はしてたぜ。人形はあっちに任せて村の守りに集中するぞ。